久保さん FX 始めます <laughs> いや久保さんの話聞いてね、まあ、結局ねどこに視点を持っていくかですねあの日々の自分の鍛錬、まあ、例えば欲望の,この資金管理してお金の管理をしてしっかりと利回りしっかり出していく勝率上げていくっていうのは多分己との戦いだと思うんですよっていう自分の自己成長っていう部分で FX と相場と向き合うっていうのは これはありだなと。てか、これは絶対した方がいいよなっていう側面で見るか、あの今、目先のお金、僕の場合は申し訳ないですけど、目先のお金を得るんだったら、コンテンツ売ればいいだけなんで。<laughs> 僕の目先のお金のちょっとやり方は違うんで、商品作って売れるんで、僕は。 でも一般の人は違いますよ。一般の人は集客しないといけないし、商品作れるようにならないといけないし、セールスできるようにならないといけないんで、時間がかかります。だから FX、ね、チャートを入れて、バーンみたいな話じゃないですか。で僕の場合は目先のお金欲しいんだったら商品作って売ればいいだけなんで。だからこれちょっとね、やっぱ違いますよね。次元の考え方が、捉え方が。一般の人はコンテンツビジネスやろうとすると、やっぱり集客に挫折する、あとはセールスできない、商品作れないっていうところがあるので、じゃあ FX みたいな話じゃないですか。 だからその、FX 始めるにしても、どの着眼点でやるのかによってやっぱ大事かなと思いますね。まあ人それぞれステージ、もの見方違うので。うん。で、あとはね、今さっきね、久保さん届きましたよ。また PayPay ペペ祭りで買ったやつが届きましたよ。またこれ動画撮りますけど。じゃ坊主。これじゃ坊主のね、坊主のスピーカー。でかいやつ。これ、届きましたよ。ちょっと上をね、ホームシアターにしようと思ってるんで。 プロジェクターも買いましたから今回プロジェクターとこの坊主のスピーカーですねそう。プロジェクターはね、ちょっと予約注文だったんで、ちょっと遅いですけど、届くのが。上をホームシアターにしますけど。だからまあ、あの自分に打ち勝つっていうところで、まあ、僕はまあ、FX やろうと思ったりは、情報ビジネスとしてでもね商品売れるなと思ってたんで、集客もできるしね。そう ただそのやっぱね相場と向き合うっていう己との戦いっていうのは僕好きなんで自分に負けないっていうねうんということで FX やります <laughs> やらんとあかんなっていうだから苦か久保さんが苦手なことを得意にするみたいなねなんかそういうなんか話もあると思うんですよだから僕あの投資苦手なんであのまあ商品を売ってきましたけど、うん 自分の,その自己、金を管理するっていう、まあ、金に色はないですからね。で、あとは、まあ、この話しましたけど、別にその FX で金稼いだお金を、別に回せばいいじゃないですか、市場に。だから、じゃあ、これ、坊主を売ってる人の給料になるし。<laughs> っていう考え方もありますよね。だから稼、稼いだお金を市場にまた投入して、FX で得た利益を市場に投入して、市場を回す。 っていう。で、市場に回すことによって、まあ、目には見えないけども、これ、ヤマダ電機で、ヤマダ電機のネットなんですよ。ペペモールのなんか。だか山田ヤマダ電機さんの売り上げにも貢献するし、そこの従業員の方にも貢献できてるし。うん。だから、まあ、どこで見るかが大事ですね。結構。多分、これは。本当に、どこの側面で見るかによって、得られる結果は違うんじゃないかなと思いますね。どこの側面で見てやるかによって、 最終的な結果ですよね。最終的な結果は変わると思います。うん。まあ、かりやすく言うならば、ネットビジネスなんか簡単に儲かりそうだなっていう側面、考え方で取り組んだ後々の結果なのか、いや、自分のスキ、まあ、これは、あの将来絶対自分にネットを使ったお金を稼ぐっていうことは絶対必要だなと、スキルあった方がいいなっていう側面、考え方で取り組むのかによって、 多分同じ取り組んでる行動は変わらないんだけど、多分得られる最終的な結果は絶対違うと思います。多分前者だと、多分挫折しますね。で僕は後者でした。僕はネ,あのネットで稼ぐっていうのは、まあ、これから絶対あった方がいいなっていう。どうあがいてもネットしかねえなと思ったんで。うんだからその楽天の三木谷社長も言ってましたけど、 時代変わったなみたいな。これから絶対ネットだと。堀江さんも恩擦市作った時もネットだと。これはネットしかねえみたいなね。なんかもう稲妻落ちたような感じで、ここしかないっていう。これから時代変わる。ネット。これはすごいみたいなね。僕もそんな感じだったんで。うん。だからそこに対してどう、どの側面で見るかですよね、やっぱ。うん。だからその、堀江さんとか、三木谷社長とかは、その、 時代が変わるという側面ですよね。つまり時代をか、時代が変わる、つまり時代を変えられるみたいな話ですよね。僕の場合はそのちっちゃい感じなんですけど、工事、なんかお金稼ぐんだったらネットしかないなっていう、このちっちゃい感じの規模なんですけど、大きい規模、感覚で捉えてた人は大きいね、事業をやられてますけど、ただ見あの、見方、物の見方次第で結果変わるなって非常に思いますね。うん。ということで、FX。 やりますいってらっしゃい